こんばんは、岡田斗司夫です。1月15日のですね、ニコニコ生放送ですね。ごめんなさい、なんかもう最近喉が詰まるようになりましてですね。今日はですね、日本人の9割が知らない遺伝の真実をですね、お書きになられました安藤次光先生にですね、来ていただきますけど、まあちょっと前振りの方で僕が話をして、その後で、だいたい8時20分ぐらいのあたりに来ていただく。ると思います。もう来ていただけると思いますではなくて、安藤先生もうそこでお待ちなんですけれどもですね、ちょっとしばらく一人で話をするということでよろしくお願いします。今おでん食べてる。はい、おでん食べててください。前よりちょっと痩せた。1月1日にね、会員だけの放送で現在の体重行ったんだけども、まあまあ微妙だよね。減ってもねえし増えてもねえしというあたりや。あ、でもこの3ヶ月で絶対にね1キロちょっとぐらい増えちゃったから、まあよろしくないですよね。 0.1 トンに近づきつつありますね。はい、今週はね、サロンでオフ会してきまして、もう今日の昼間だったんですよ。だから正直なんかね、めちゃくちゃヘトヘトなんですよ。っていうのは、サロンの方でやってるのはですね、機動戦士ガンダム講座っていうですね、機動戦士ガンダムをもう本当に1話ずつきちんと語るっていうのをやってるんだけども、当初の予定では機動戦士ガンダムの第1話30分を、まあ大体30分か、40分ぐらいかけて喋って、でこれで1話ずつ全45話語ればいいなと思ってたんだけれどもですね、いざ始めてみるとですね、2時間半かけてようやっと第1話にたどり着いたというですね、2時間ぐらいかけてガンダムに入るまでで、なんせね、第1回がね手塚治虫の話でですね、第2回が日本サンライズはこうやって頑張って株式会社になったんだっていう話で、その時に富の宮崎駿とかもこんな意地悪なことを言ったぞって話ですね。で第3回今日またやったんですけど、第3回でガンダムを語る前に実はまずマジンガー Z というアニメがどんなにすごかったのかっていうのをちょっと証拠の映像を見ながら聞いてもらおうかっていうので、いやマジンガー Z もすごいんだけど、ゲッターロボのこのオープニングすごくね、マジンガー Z のオープニングの作詞は小池和夫に対して、ゲッターロボの作詞はなんだろうな、長い号なのでいきなり知能指数が半分ぐらいになる、この面白さをみんなちょっと感じ取ってくれって話をしたらやってたらですね、もう丸々2時間かかってしまって、で今日は本当に第4回分と第5回の頭ぐらいで第1話に入ってですね、もう話しましたともさ、まあまあまあ楽しかったですけど頭がヘロヘロです。でなんだろうな、この間先週ね、ボーノさん呼んで真田丸の話したんですけども、真田丸って僕にとってはね、あ、なんかどうやれば真田丸みたいな人に伝えられるかなと思ったんですけども、ね、やっぱガンダムだなと思えば一番いいんですよね。真田丸の真田幸村、真田重信だね、はランバラルなんだよね。でランバラルとして見てたら、そのなんだろう、自分が本当は使いたかったジオン家、ザビ家じゃなくてジオン家っていうもののために戦うという話で考えると、真田丸というシリーズ全体がなんかすごく面白く見れるっていうふうには考えたんだけれども、なんか三谷版オリジンっていうふうに考えたら真田丸の見方がちょっと変わるんじゃないかなと思います。あとまあオープニングもね、スターウォーズだしね、真田丸ってよくよく見てみたら、オープニングの作りってこれデススターが完成していくまでスターウォーズっぽいなというふうに思っちゃえばですね、割と SF ものとしていいんじゃないのかなと思ってですね、そう思ってると、真田丸でいきなりオープニングがない回、完封っていう回があってさ、それは真田丸がという城ができて最初に戦う回がもうねオープニングがないので、オープニングがない回でおおって思ったんだけど、よくよく考えたら、いやこれは決戦七色兵団だなと思って、宇宙戦艦ヤマトでもあるのか、そうか、真田丸っていうのはなんかね、ヤマトでもありガンダムでもありスターウォーズでもあるんだなと思ったら、なんかすごい親しみが湧いてきました。あとはね、キリって女の子がいて、真田重信の近くでいつも、なんか喋るんだけど、彼女がやってるのは良心的なことを喋るんだよね。つまり何でしょうね、ついつい策略家っていう設定だから、のぶしげだごめんな、策略家っていう設定だから、なんかね人間味を失ってしまいそうな判断の時もあるんだけども、その時にキリがそのすごい頭が悪いって言ったのなんだけども、人間っぽいことを語ってくれるんだけども、まあなんかこの辺もね、ピノキオの
ジェミニーっていうのかな、あの機械だ、あの量子回路のことをジェミニーって言うんだけどさ、あかっこいいよね。なんかね、石森章太郎ってね、そういうネーミングセンス抜群でさ、人造人間機械だっていうのを作った時に、心あの体の中に量子回路っていう回路が仕組まれてる、その量子回路にジェミニーっていう名前をあのルビーを振ってるんだよね。で服従回路というのがあって、服従回路にはイエッサーっていう名前がついてるんだよ。かっこいいと思わない？なんか服従回路、量子回路っていう名前だけじゃなくて、それにそれぞれイエッサーをともかくジェミニーって宛名をつけて、それはもともとのその人造人間機械だのお話全体が、ディズニーが作るピノキオが元になっているので、ピノキオの近くにいつもいてコオロギのジェミニーがああだよこうだよというふうに言ってくれるから、量子回路の名前がジェミニーなんだって、かっこいいなって思ったんですけど、なんかまあそういうどうでもいい話を今してます。で、あとね、今週あったことは何だったっけな、私は慎吾のね、ミュージカルを見に行ったんだよ。もうね、散々だよね。あんなもん行くもんじゃないね。調べてみたらツイッターでね、もう絶賛の嵐なんだよ。で、いや当たり前なんだけどもね、あんなマニアックでヘンテコって言ったら知ってるんだけど、ミュージカルを見に行くのってもうね、ミュージカルファンばっかりなんだよ。で行ったらもう会場に小綺麗なお姉さんがいて、で僕はまあ普通の格好で行ったんだけどもさ、みんなコートとかをクロークに預けてんだよ。でなんでそんな、別にそんなね、分厚いコートでも何でもないのに、なんでクロークに預けるのかなと思ったんだけども、あれはまあミュージカルとか感激文化というやつでな、コートをクロークに預けてその下のドレスを見せるっていう文化なんだよね。もう俺らそんな発想ないじゃん。映画館に入る時にそコートを預けて、そしてこの素敵なドレスでっていうのって、それはまあスターウォーズ見る時のこの T シャツ見てほしいとかさ、ナウシカに鉄で並ぶ時のこのトレーナー見てほしいだったらあるかもわかんないんだけども、オタク文化に全然ないもんでさ、なんかちょっと感動しちゃったんだけど、まあそういうお姉様方が来るようなところだから、なんだろうな、お話がどうかとか演出がどうかというよりは演技をやっぱり純粋に見に行くとこだったんだよね。で演技として見たら、私はシーンがまあ多分面白かったと思うんだけども、去年もねデスノートのミュージカル見に行っちゃったんだけども、やっぱりねしんどいんだよ。デスノートのミュージカルってもうこれだけで笑えるじゃん。人の名前書いたら死ぬノートをミュージカルにするってだけで笑うんだけども、私はシンゴももう俺の興味は2箇所あって、私はシンゴっていうセリフね、これ私は慎吾っていうのはもうね、漫画のね前半の謎になってるの。延々なんで慎吾なのかっていう、なんかそんな日本人なのかっていう名前なのかっていうふうに思ってたら、そしたら工業用ロボットが知性を持つ話、知性じゃないな、心を持ってしまう話なんだよね。で心を持ってしまって、で自分のに対していろいろ教えてくれた小学生のその男女、男の子の名前がサトルで、女の子の名前がマリンって言うんだ。でこのマリンっていう名前が、まあ、キラキラネームみたいなんだけども、真実の真に鈴と書いてマリンなんだ。で男の子の名前のサトルが、まあ何だっけ、小里編の里か、違う、立身弁な、立身弁の、サトルね。でそのマリンの的、サトルと2つ合わせてシンゴっていう名前になって、だからその2人の子供だから私はシンゴなんだっていうのがあって、それをいつ言うのかなと思ったら、なんかね、1時間前編、休憩20分、後半1時間っていう構造で、もうその前編の1時間の最後のところで、やっぱね、俺漫画の中では電子回路の中の存在として書かれていたシンゴを、だって工業用ロボットのプログラムの中に生まれたようなもんだからさ、どう書くのかなと思ったら、もう想像通り、そうですね、フリーザ様みたいな俳優さんが出てきて、工業用ロボットの周りでこうくる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 やって、私はその時意識がなかったと言いますみたいな、フリーザ様みたいな感じで喋っていって、私はシンゴというところで A パート終わったんだよ。でやっぱりこうなるかって思う。あとは前半部のやっぱクライマックスなんだけども、2人がどうやってこれから分からないようにするにはどうすればいいのかって、どうすれば結婚できるのかって言ったら、333から飛べっていう、
有名なセリフがあるんで、333ってのは何かっていうと、東京タワーのてっぺんがまあほぼ333メートル、こっからジャンプしろっていう意味なんだ。で、サトルド・マリンはその言う通りに東京タワーに行って非常階段に出て、で、一番上のなんだろうな落雷神のところまでザーッと登っていって飛び降りるっていうのがさ、前半部のクライマックスなんだけども、あれをどうやって舞台化するのかなと思ったら、いや偉いね、舞台の上にねちゃんとね東京タワーのてっぺん作ってたんだよ。でそこに2人登っていて、で333から飛べ、333から飛べって歌がかかりながらやってたんで、なんかねそこはねちゃんとやったんだなっていう感動したよ。で後半2人が引き離されて、女の子 のマリンって女の子がイギリスに行って、まだ12歳の女の子なんだけども、そこで19歳か20歳ぐらいのロビンっていう変態イギリス男にですね惚れられてしまって、さあこれから僕たちは結婚するんだみたいなことで閉じ込められるというシーンがあるんだけど、そこら辺はね退屈でねもうちょっと寝ちゃったんで、まあまあまあ、まあ、この辺にしときます。もうねだから実験作見るのはね、デスノートとかね私は慎吾とかで、こういう実験作見るのはやめようと思う。もうライオンキングとかね、そういうまともな作品から見ようと思ったんだけども、よくよく考えてみたらこの20年間ぐらいかな、多分20年だと思うね、30歳後半から今まで2年に1回ぐらい、だからまあ10本ぐらいかな、舞台は見に行くんだよ、見なきゃいかんかなと思って、で、トゥーランドットとかオペラ座の怪人もそうだけども、だいたいそういう手の大型オペラから、わざわざニューヨークのブロードウェイで、まあマチルダとかそういうのを見たりとかもしたんだけども、全体通しているの俺はね舞台そんなに好きじゃねえわと分かったからもうこっから先の人生は舞台に行くのはやめようというふうにちょっとねこの私は慎吾で切り替えがつきました。じゃあ、まだ10分だ、まあ、もうちょっと話しようか。今更だよな。歌舞伎は、歌舞伎もね多分ね性格の問題だと思うね。自分以外の人間がスクリーンの上だったら構わねえんだよ、一回撮ってくれてるから。でもリアルで舞台の上にいて拍手喝采浴びてキャーキャー言われてんの、なんで俺は4,000円も払って見なきゃいけねえんだという、このなんだろうねさもしい心が舞台を楽しく見せないから。だからスポーツ見られないでもそれも半分あるよな。もう本当に落語は面白いね。落語はもういくら落語とか漫才とかは芸人さんとかロガコさんの人がいくら周りからキャー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 言われて素敵って言われても、俺も一緒にやってすげえすげえすげえって言えるからね、単なる嫉妬じゃないんだろうね。多分自分の何 なんだろうね何かに来るから、まあ、まあそのうちまた何か考えて話しますよ。三谷幸喜の舞台はその辺ね、ガンダムを漫談でやってる人はいる。ガンダム講談はいる。あれはねあんま面白くないよなっていうのはコムサイさんだよね。いやいや知り合いなんだけどもさ、コムサイさんはね講談ガンダムの理解度はすごい高いんだよ。でも講談のレベルが割と俺から見たらあんまりうまくない気がして、それでなんかねいまいちかなと思っちゃうんだけども、あとねナウシカが金曜ロードショーでオンエアされて、今週の事件というとナウシカが金曜ロードショーでオンエアされて、でそれでニコ生のニュースでもなんか庵野秀明ナウシカ続編とか書いてあって、なんかそういうことがあったのかなと思ったら、ニュース自体見てみたら別にそんなこと庵野言ってないんでね、昔言ったことをつなぎ合わせてナウシカがオンエアされるので、昔庵野秀明こんなこと言ってみましたよというようなですね、なんかね本当にニコニコニュースってこんなのばっかりかって思ったんだけども典型的な何かもステマというよりは詐欺みたいなニュースだったんだけども、でもねコメント欄が面白かった。そのコメント欄がいっぱいいろんな人が書いていて、まあ俺と同じな感想だよね。これ周辺のことは散々ファクトがあるのに、肝心の庵野がナウシカ作るという部分には一箇所もファクトがないって、よくこんなニュース書きましたねみたいなコメントもあるんだけど、そのコメントの中にもうねいろんなやつが勝手にナウシカ作ればいいじゃんって書いてあって、確かにそれが一番面白いなと。
例えばね、新海誠がナウシカ作るんだったらもうね、ナウシカとアスベルとかクシャナがもうみんな心が入れ替わっちゃえばいいんだよね。クシャナがあるハッと起きたらあのアスベルになって、アスベルがハッと起きたらナウシカになっててっていうみたいな話でやってて、でところでアスベルが でそれが何回か繰り返してアスペルが元に戻った時にナウシカに会いたいと思って風の谷に行ったら、風の谷は大海嘯によって、つまりオウムがこう山ほど押し寄せることによって数年前にもう滅んでいたことが分かるんだよね。あーって言った夕焼けの中でナウシカの幻影と会うことができて、もう一度君に会いたいみたいな話でももういいじゃんって思って、あのもうそういうですね、まあ虫の縄っていうタイトルでですね続編作ればいいんじゃないかなとか、あとね片渕監督もですねナウシカ作ればいいんじゃないかなって、もうあのドルクね、あのドルクっていうのはトルメキアと戦争する魔法帝国みたいな、もう田舎の奥の中で、あそこにね嫁に行った女の子の話で大海嘯を乗り換えて、で最後なんか大交渉が来るんだけど、その中で片腕を失いながら乗り越えて孤児を引き取るっていうやつですね。この不快の片隅にっていうのを取ればいいんじゃないかなと、片渕監督もうねどれでもいいよ。あと庵野秀明も取ればいいんだよ。あの中学生男子が里帰りするんでお父さんに帰ってこいって言われて、でお父さん僕なんかいらないって言ったくせにって14歳のシンジ君ってやつがですね風の谷に帰ってくるわけで、そしたら風の谷の、ね、族長であるね怒り司令っていうお父さんがいるんだけど、それの後を継いで巨神兵に乗って戦えっていうふうに言われるんだよね。で巨神兵の中で戦うのは嫌だって言ったら、しょうがない、ではあのなんだろう、お前の腹違いの妹をナウシカに戦わせるって言ったら、もう包帯だらけのナウシカが出てきてやりますっていうふうに言うから、だったら僕がって言ったら、トルメキアの軍隊が急にやってきて、トルメキアあの14歳の王子様の真っ赤な鎧を着たあのクシャの王女があんたバカっていうような話で、もうそれでいいんじゃねえかなっていう、真ナウシカだよねタイトル絶対にあとね、あのディズニーでもできるよこんなもん。あのナウシカとね、なんかね双子のね、まあまあ妹がいるんだよ、もうまあ馬鹿という名前でもいいや馬鹿という名前がいて、これがペジテの王様を取り合って、で最後なあのナウシカの方は、あもう私はいる場所がないんだって不快の中に入ってて、レリゴーレリゴーって歌いながら不快をこうなんだろう城にして、オウムで作った城かなんかを作ってですね、でマスコットに喋るオウムがついてくるようなですね、ナウシカと虫の女王みたいなタイトルで作ったらいいんじゃねえかなと思います。割とね俺真面目にそれぞれ映像を考えてみたんだけども、あの今言ったやつをなんだろうな、アイデアの一番下敷きにしたら特にねディズニーできるんじゃないかなと思うんだけども、なんかあの宮崎さんは続編やらない人だし、片渕さんも、まあ、新海さんもそういうふうなことはやらない監督だと思うんだけども、ディズニーはやるよなと思ってですねいやいや10年後ぐらいに頑張って生きてたらみんな見れるかも分かんないから、10年間は死なずに失業せずに生きていこうと思います。あとなんだろうな、今回あのちょっと お正月にね語らなかったニュースで面白かったのが、あの加納姉妹がコミケに来て、で、コミケでまあまああのジョジョの同人誌をお姉様の方が買いに来て、で美香さんがお金を払うってことがあったらしいんだけどもさ、でコミケ会場に来たらもう本当にモーゼのあのなんだろうな、エジプト軍に追われて、で航海が割れる時みたいにコミケの会場の人まみれのところがうわーっと割れて、でみんながもう立ち上がって拍手、いわゆるスタンディングオベーションして加納姉妹迎えたって話があるんだよ。で面白いなっていうのと分かるっていうのが僕の中にあって、なんで分かるんだろうと、なんであの気難しいオタクたちがそのテレビの取材とか来たらけんみたいな顔して、それより私は買いたいものがあるんだ、このなんかあの壁の行列を邪魔するなよというような人たちが、なんで加納姉妹にだけねそんな態度違うのかって言ったら、俺考えたんだけども、あれ生涯コスプレしてる大先輩を見たからではないのかなと普通の人が加納姉妹を見る時の視線がセレブって見るか、所詮偽物って見るかじゃん。でもそういう見方じゃないんだよ、コスプレなんだよ。でコスプレとして見たら人生をコスプレにかけてるんだよね、セレブっていうコスプレにかけてる、姉妹でもないのに姉妹だよ、そんなすごいじゃん。なんかねそう考えると、あの
コミケの人たちが、いや自分のメンタリティも含めて思わず立ち上がって拍手してありがたいものを見たっていうのは分からんでもない。でそのありがたいっていう感覚は世間の人が言うありがたいというよりは、僕たちはこういう珍奇な化け物をすごく愛してるんですって。マツコデラックスが来ても多分手を合わせるだろうし、カノン姉妹が来ても手を合わせるだろうし、ジョン・ラセターが来ても手を合わせるだろうし、ひょっとしたら宮崎駿がギリでも、もうそっから下のなんだろうな、島本和彦とか庵野秀明だったらお前も列の後ろに並べぐらいになっちゃうところが、その生涯をコスプレとして生きてるかどうかっていうふうに捉えるかどうかなんじゃないかなと思った。あとね、なんだろうな、ちょっとねこの間ドワンゴの人と話して、で、これは真面目な話なんだけども、ニコ生がこっから先どういうふうになるのかって話してたんだよね。で、例えばゲーム実況の人たちいるじゃん。でニコ生の今 の, あの売り上げの、まあ、トップ10っていうのはおそらくもうゲーム実況の人たちがガーッと占めてて、でなな多分バックマツ獅子あたりがトップの人気で、ですげえ稼いでると思うんだけども、そういう人たちの戦略と僕みたいな、まあ僕のポジションは何かっていうと、そういうなんかトップでもなければ、いわゆる若手弱小でもないんで、中堅なんだよ。だから多分芸人でいうとこのオタキン、あ岡田斗司夫ゼミっていうのはなんだろうね、アメトークぐらいのポジションだと思うんだよね。なんかゴールデンに行くと無理をして息が切れるんだけども、深夜というほどでもないと。で、ダウンタウンさんまみたいにその大御所感もなければ、だからといって若手のフレッシュ感もないっていう、この感じがその岡田斗司夫ゼミだと思うんだけども、なんかね、それはですね、その若い人ばっかりが見てるゲーム実況とかと根本的に戦略が違うと思って、でドワンゴの人が考えてくれるその戦略っていうのがやっぱり、例えばスマホで見てるユーザーがほとんどなのでっていう話をされて、なんか違うなってと思ってですね、前も話したと思うんだけども、この番組見てる人が大部分が僕はパソコンだというふうに思ってんだよ。もう本当に、パソコンで見てると思ってるから、気にせずに URL とかもバンバンだリンクとかも出しちゃうんだけども、あとまあコメントもそうだよね、みんな PC だな。すげえな。もう前列ヤンキー全員 PC かなっていうぐらい PC だ。 PC だけじゃない、今コメントでマイコンですって書いたやつがいたんだけども。マイコンか、そうか、そうなんだよね。で例えば僕もね、スマホ持ってるんだけどさ、持ち歩いててさ、まあ電車の中とかでは人並みにこう見てるんだけどさ、早く家帰りたくてしょうがないのね。で早く家帰って自分の部屋で椅子に座っていつものパソコンを立ち上げてマウスを持ってやるとすごい安心するのよ。でこれがパソコン野郎の感覚だと思うの。でそれに対してスマホ野郎っていうのはパソコンがないから仕方なくスマホでやってるだけであって、あくまでスマホっていうのはもう本当に仕方なくなんだ。でまあまあ、ね、昨年末に発表された先進国の学習データというやつでは、日本の若者たちっていうか日本の高校生大学生ではパソコンの普及率がすごく低くて、普及率だけではなくてパソコンっていうものが使いこなせないと。で今はなんとか大丈夫だし、デジタルのなんだろうな、デジタルネイティブっていうの言われてる人たちにとってはよりパソコンの方よりスマホの方が使いやすいんだから、これからタブレットにならなきゃいけないみたいな論調があるんだけど、ところがじゃあ現にパソコンがどれぐらい使いこなせてるのかっていうと、諸外国と日本との間では若者層を中心にしてすごい差が出てくると。でこれが圧倒的な知的作業っていうか知的な仕事にどれぐらいつけるのかの差になってくるだろうっていうふうなことがじわじわ言われ始めてるんだけどさ、まあ話戻るんだけども、だからもう俺はゲーム実況とか見てるいわゆるスマホでね番組見てくれてる人だけでじゃなくて、もう自分の客層はそのなんだろうな、パソコンで見てる人というふうに完全にターゲットを変えちゃおうと思ってるのが去年の末ぐらいからのこのニコ生の話し方なんだよね。だから前回も話したと思うんだけども、僕のニコ生の番組っていうのは例えば映画の話をするとかさ、本の話をするのは何でかっていうと、本や映画はいっぱいあって皆さんは
つまりこの番組を見てくれてるみんな忙しいだろうから、俺が代わりに買ったり見たり行ったりしてきて俺の感想を話すから、みんなの時間とお金をそこで節約しようよっていう言い方になってるのもそれなんだよね。完全にパソコンを使ってる、もう今絶滅品種に近いかもしれない。昔ほら家に本棚ある人がもう少ないって話したじゃん。もう本当にそうなんだよ。ニトリとかさ、あの通販見て、 IKEA はまだ本棚あるんだよ。でもニトリはもう本棚の数がどんどん少なくなってくる。イコール何かというと、ヨーロッパ社会にはまだ読書層という人口がいるんだけども、日本ではもう読書層という人口がいなくなって、どん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 グラビア本とかさ、写真とかそういうふうなものを置く人はいて、ここに雑貨とかこういうものを置く人はいるかは分かんないんだけど、本を置く人はどんどん減ってるってことなんだよね。でそれがなんかそのスウェーデン製家具と日本製家具のメーカーのカタログの差にも出てきちゃってんだけども、なのでね、もうねパソコンでいいやと。でパソコンでみんなやってるのが分かってきたから、俺からもお願いなんだけども、ここから後半に流れてくるね。後半に流れてくると、そうするとね、あの限定に入ると、まあ会員になってない人、月々500円払ってない人は見れなくなるじゃん。で実はね、いや今会員の人はなんとなくそう思ってるかも分かんないけども、会員に切り替わったら、なんだろうな、無料版を見てる人はみんな落ちて見なくなって、そして、会員たちだけの話が始まると思うじゃん。でもそうじゃないんだよね。実はこの番組ってさ、前半の番組が終わっても後半の番組でまだずっといる人が結構いるんだよ。でそれは何かっていうと、コメントだけは読めるんだよね。この画面は見れないし声は聞けないんだけども、コメントだけを読んで、ああそうなのかってやってる人がいるんだ。つまりなんだろうね、球場の外にいてコンサートを聞いてるみたいな感じなのかな。なんかサザンのコンサートを外で聞いてる感じとか、あと花火をすごい遠くから見てる感じみたいなもんで、花火自体は見えなくても音だけ聞いて楽しむ人っているじゃん。それと同じように、みんなが打ってるコメントを読んで楽しんでる人が実はかなりいるんだよ。でまあさっきみんながパソコン使ってるという話になるのから、だからね、今さこれ見てる人で暇な人が結構いると思うから、暇な人はね、俺が話した内容を気にせずコメントに書いてくれるか、そしたら後でみんなコメントだけ読んでる人も花火のなんだろう感じをつかめるじゃん。でうまくいったら俺はちょっとそこでどす黒いなんか喜びがあるんだけど、それを見ていいないいなと思ったら、ひょっとしたら入会するをクリックするかわかんないからさ、まあよろしければ話してる内容とかを短く、コメントやってくれしてくれればですね、弾かれちゃった、いわゆるジェットソンされちゃった人たちも見ることができるんで、よろしくお願いしますということですね。もうね、これが俺考えたセレブの話なんだけどね。セレブ一つ目は叶姉妹の話で、二つ目がこの番組をパソコンで見てるセレブの皆さんっていう語りかけなんだけども、そういうのがね、なんか知的セレブの条件になっちゃったと思うよね。なんかスマホでしか見ないっていうことはどういうことかっていうとさ、姿勢の違いでもあると思うんだよ。正直俺らパソコン使う時ってさ、こういうちゃぶ台にしてもさ、俺は机と椅子なんだけどさ、絶対座ってやるじゃん。それはもちろんあぐらかいたりだらしない姿勢はすると思うよ。でもスマホ世代はおそらく床かソファーかベッドで寝転んでやるんだ。つまりもう俺らに比べておそらく酸素消費量も低ければ、姿勢が悪い分肉体の筋肉のいろんなね部分が劣化してきてると思うんだよね。どん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 なんかウォーリーの中に出てきたデブチン人種みたいにスマホ世代はなっていって、俺らはなんだかんだ言ってもなんかまだパソコン使えるだけ背筋が伸びてるっていうね、なんかこんな世界になってきたなと、意外なところでなんか差がつくんあるんじゃないかな。そこまでで書くけども、リアルに想像してみな。で自分の近くにいるスマホばっかりじってるやつ全員姿勢悪いんだよ。なので今学校は学級崩壊してるのは、みんな学校に来て椅子に座れないんだろうっていう話もね、ちょっとしてみようかと思います。お、もう25分過ぎちゃった。それでは日本人の9割が知らない遺伝の真実をお書きになられた安藤樹光先生、よろしくお願いします。はい、こちらどうぞ。話が早すぎてごめんなさい。話早かったな。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、足崩してください。ちょっともうそんな背筋は伸ばしますけど。背筋は伸ばして。足はちょっと苦しい。どないですか。どないですかっていうこともないんですけども。これがオタクの世界かと思いながら、半分は意味がわからなかったんですけど。どの辺がわかんない。
あ、僕はエヴァン、あ、はい、ガンダム見てないんですよ。はい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 。でナウシカは見て、とか、ま、漫画の方だけしか見てなくて、はいはいはい、で漫画の方だけ知的ですね。あ、そこから最後まで全部、うん、でもいや漫画をね最後まで見ながらアニメ見ない人珍しいと思うんですけど。あ、そうなんですかね。確かにね、アニメの方はね、うん、知能指数がね30ぐらい下がるんですよ、漫画に比べて。そうですか。でアニメのだけ見てる人はナウシカ、うん、漫画版の方は難しくて、うん、3巻でみんなやめるんですよ。あ、やっぱり4巻から面白くなるけども、はいはいはい、難しくなるじゃないですか。確かに、はいはい、価値相対論的なものもバンバン出てくるし、生命とはの定義も出てくるし、ほうほうほう、いきなりしんどくなってきます。だからアニメを見てなんかテト可愛いとかナウシカ頑張れって言った人が3巻ぐらいで次々と脱落していくんですけど。あ、そうなんですね。すいません、こんな差別的な話をしてしまいました。いえいえ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で日本人の9割が知らない遺伝の真実、はい、ベストセラー言ってはいけないの裏側を知るということで、はい、立花明さんの、まあ言ってはいけないがベストセラーになって、その中で何でしょうね、ネタ本として使われた。ネタ本、ネタ本っていうか、引用してくださったのはありがたい。引用って、引用とは言わんか、うん、文科省が決めている引用の要件っていうのは1対1だから。なるほど。そうそうそう。なんか安藤先生の本がの内容が1に対して、立花さんが1ぐらい内容を書いてれば引用なんですけども、あれは引用ではないと思う。紹介。しかも結構デフォルメされちゃってるっていうかね、はい、うん、知能だけじゃないし、はい、みたいなことはこっちで書きましたけれども、はい、で今日はですね、はい、この話をこうガーッと聞こうと思いましてですね、たくさん線引いてくださって、はい、そうなんです。まずですね、もともと安藤先生はですね、才能は生まれつきではない、人は環境の子なりをスローガンにしたバイオリンの鈴木メソッドの信奉者であったということで、もともとは人間の才能とかそういうものは生まれながらのものではなくて、教育とか環境次第いくらでも伸びるって考え方でおられた。鈴木伸一の本を読むと、はい、環境完璧にコントロールすればどんな能力もどこまででも伸びるっていうふうに、これ大学入ったばっかりぐらいの時で、はい、高校3年生ぐらいかな、その頃から、はい、なんせ受験選手だったんですから、はいはいはい、どうやって成績上げられるかみたいなことを考えた時に一つ救いだったわけですよ。で、まあ、僕音楽も好きだったし、はい、っていうので、まあ、鈴木伸一が育てた子どもたちの話を読むと、はい、完璧にずっと親が見、先生が見て、そしてポイントポイントをきちんとコントロールしていくと、うんうんうん、まあ、人間ってそれで能力って作られてるじゃんっぽく読めちゃったので、はいはいはい、あ、これはなんか科学的に証明できるんじゃないか。で、まあ、心理学の中には行動主義っていう、はい、行動環境でコントロールしていくっていう学科もありますし、はいはいはい、そういうまだロマン、うん、ロマンなんですかね、それはね、まあ後から考えると過去形になっちゃうわけですね。そういうふうに信じていたと、それ自体は。でところがこの専門として、はい、これは何学で言えばいいんですか。行動遺伝学です。行動遺伝学というのを、はい、まあ、研究されて、で最新の何だろう学説なども読まれ、で自分自身でも双子の研究などをされてきたら、ね、はい、どんどん変わってきちゃうわけですね。そうですね、双子の研究というかデータを集めると、はい、もう一発で一卵性ってこんなに似てるわけっていうのに直面して、はい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 、でそのあれですね、ことをもっと積み重ねていけば遺伝のことっていうのはもっと語れるようになるじゃんっていうことから、まあ今に至ってるっていう、うんうん、ことになるかな。この本の中でやっぱ面白かったのが、一卵性の双子と二卵性の双子を比べる、はい、で一卵性の双子は遺伝子を 100% 共有してるけども、うん、二卵性の双子は 50% しか共有してない、はい、で親の、まあ、能力とか才能が子に遺伝するとしたら、もし それが正しければ、遺伝するんだとしたら、例えば親は背が高い、うん、で子供は背が高いっていうのが、その一卵性の子だったらまあ同じだと分かるんですけど、うん、二卵性の場合どれぐらい差があるのかというので、それぞれ一卵性と二卵性で発言の仕方見たら、なんか2対1になるようなものはほぼ遺伝で説明できるって書いてありました、うん、そういうロジックでやってる学問ですね、はい、で例えば身長に関しては 97% 遺伝、うん、つまり 80% ぐらい、ね、うん、はい、
指紋が90だったんです。指紋の数ってのは90だった。指紋が90だ。指紋は努力しても変えられないし、何食べても変わらない。何食べても変わらないと。で、身長が 80%。 そうですね。肥満が何パーセントでしたっけ。肥満も大体同じ。肥満も 80%。 で、俺これ読んだ時びっくりして、 20% の部分で変えられるわけですよ、はい、20% の部分で変え、指紋をずっと飛ばして変えれるんですけど、もうですね、うん、ところがその 20% の部分の遺伝でない部分が何かっていうと、例えばそれはそういう家に育ったからだとかよく言うんですけども、うん、そうじゃなくてね、そういう、はい、うん、あの共有環境ではなくて非共有環境って、その人自身が自分で選んでる、はい、例えば仕事とか友達付き合いですよね、あれ主に。まあそうですね、家の外でいろんな、しかもそれ偶然に出会った、はい、あのどんな友達を作るかっていうのも結構遺伝の影響があって、はい、あの、はい、頭のいい子と付き合うとか、はい、人気のある子と付き合うとか、そうじゃないかみたいなことってのを調べてる双子の研究もあるんですけど、それもやっぱり遺伝の影響ってあるんですよ。でも、でも偶然って結構入ってくるんじゃないですか。で、それが非教育環境のほとんど、はい、の原因なんじゃないかなって、はい、だから僕みたいにその親が両方とも太ってる場合、あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなるとその僕の太った理由の8割まではもうこれ遺伝なので、うん、あ、ちょっと違いますけどね、あの、はい、個人で8割っていうわけじゃないんですけれども、はい、はい、でもまあ、ご両親いいじゃないですか、この言い方で。俺一応読みましたから。わかりました、はい、じゃあここには入れずにいきましょう、はい、もうニュアンスはこれでお願いします。わかりました、はい、今後一切作りません。いえいえ大丈夫です。つまり、普通のなんだろうな、痩せたい人が痩せるよりは、うん、僕らみたいな遺伝によって肥満遺伝子というものがあるかどうか分かんないですけども、うん、太っちゃってる人間はまあその何倍かの努力しなきゃいけないし、セットポイントがもう高くなっちゃってるからね。あとその努力するといっても普段の生活習慣自身が、うん、はい、その遺伝によってかなり決められてる部分もあるの で、 で、ね、まあ、えらく難しくて当たり前、うん、だからまあライザップみたいなとか、うん、こんな名前言っちゃっていいんですよね。いいです、ライザップみたいなところへ行って、はい、その期間コントロールしてもらえれば、うん、とりあえずは痩せるだろう。でもそれでも軍隊行ってる人の写真見たら同じ運動量で同じ飯食ってるやつはずなのに、痩せてるやつと太るやつが見事にいますよね。そうそうそう、環境が全部同じだと結局その差全部遺伝の影響としてあれ面白い、現れちゃ う、 っていう。環境が同じでなんか全員同じやつにすると遺伝の影響がもろに出てしまって、うん、そうなんですよね。太るやつは太る、痩せるやつは痩せるっていう、いわゆるベルカーブの中で全部収まってしまうわけですよ。そうなんですよね。なんで二人こんなにニコニコ笑いながらしんどい話をしてるんでしょうね。過去に今日普通した経験があるからでしょうね。そうそうそう。そう、逆にかって書かれる。みんな違うこと考えるんですよ。みんな、うん、そのいわゆる軍隊みたいな厳しい環境に入ったら全員痩せるって考えちゃうけど違う、うん、軍隊みたいに厳しい環境、あのアウシュビッツ、違う、アウシュビッツみたいな環境に入れられてしまったら全員痩せるんだけどもつまり全員死ぬような環境に入ったら、 それはまあ痩せるだろうけども、そうでもない限りかなり厳しい環境に入っても、うん、やっぱ太る人は太っちゃって痩せる人は痩せてしまうわけです、うん、そうですね。面白いですよね。だから普通というか多くの能力、まあ、能力の話結構してますけれども、はいはい、遺伝もばらついてるし環境もばらついてるからどっちか分かんないっていう風なとこなので、はいはい、みんなどっちでも自分の都合のいい解釈をするわけだけど、はい、関係が全部統一されてしまったらば、はい、そこに現れるのは遺伝じゃんっていうところでヤバさが出てくる。ヤバさが出てくる。で結構それが学校教育って結構育ってるかもしれないよっていう話をしてるわけですけどね。で、はい、この本の中で、まあ、まあ、メインとして語られるのが主に知能の話、はい、いわゆる知能というのは遺伝するのか、うん、そもそも知能とは何なのかっていうことなんですけども、うん、先生の今のお考えでは知能はなって何なんですか。はい、まあ、基本的には脳が作り出している全ての情報処理が生み出している何かアウトプットなんでしょうけれども、一般的に心理学では知能検査で測られるようなものと言われているわけですが、すごい切ないことが書いてありまして、ね、そうです、知能検査で測られて出てくる数値が知能であるっていう。そうですね。だそれは一番禁欲的な答え方でもあるんですよ。ストイックな、はいはいはい、知能とか知性とかっていうのはもう人間性そのものとしていくらでも拡大解釈できるし、うんうんうん、そういうことを議論する人たちっていうのももちろんたくさんいる。でその中で知能検査で測られてるものだよ、あのペラペラのテストで測られてるものだよって言うっていうのはものすごく限定的だし、もうおそらくそれだけじゃないでしょって多分言いたい人たちはたくさんいると思うんですけれども、それは全くその通りです。全くその通りで、もういくらでも
拡大解釈できるけれども、うん、あのここは禁欲的に心理学者としてものを責任持って言えるのはあの知能検査で測られる、いやそうじゃないあのスタンスの心理学者もいますけれども、この中で話しているのはあくまでもあの知能検査で測られているものですよ。ただあれっていうのが、うん、あの知能検査っていうのは一番歴史が長い心理学とかの検査ですから、はい、あれがもういろんな事柄、それは学業成績だったり社会的な階層であったり、あの他のパーソナリティと比較しなきゃいことで、うん、どこまでは言えてどこまでは言えないっていうこともかなりはっきり分かっている、うん、つまり僕らが頭がいいとは何だろうっていう時に考えた時に、うん、じゃあそれをクイズ形式でいろんな頭の中の能力、例えば数を一瞬で把握できるとか、うん、図形把握できるみたいなものをクイズにしてみようと、うんうん、でそのクイズの得点を仮に知性という定義にしてみようというのが発展したものが知能テスト、うん、そうですね。でそれを数値化して、うん、一次元の数値、まあまね、いわゆる知能指数でいうと100をまあ中心値として、うん、それより何割か劣ってたら90、何割か勝ってたら110というような形で正規分布になるように人工的に分布させたのが IQ、うん、そうですね、そういうことですね、はいはいはい、でまあ、もうちょっと中身について言えば、はい、それがあの抽象的な思考、まあ、これ自体は抽象的な言い方ですけれど、はい、まあ、1を知って5を知る10を知る、はい、いろんなことを推理していく能力であるとか、はい、うんうん、もちろんだから知識をただ持ってるだけじゃなくてそれを上手に組み合わせて問題を解決するときに、いわゆる地頭がいいみたいなやつですね、はいはいはい、で地頭のよし悪しとそれから経験の分厚さ、うん、はい、経験をどれだけ、はい、あの使えるようにいつまたこれが60になってもぼんやりしてるやつもいれば、そうです、ね、40歳なのに経験使いこなすやつもいるので、うんうん、一概に年齢とも言えないんですね、経験っていうのは。そうですね、はいはい、まあ、あの年齢で結構決まってるんじゃないって言われているあの頭の回転の速さに測る、はい、あの流動性知能とかって言ってるのがあるんですけども、うんうん、それはあのまさにあの将棋のあの人、将棋の選手とは言わない、あれなんていうの、棋士とか、はい、数学者なんかもそうだけど、まあ、大体17、8、9歳ぐらいのところでピークになるっていうようなタイプの知能もあるけれど、でもあのそれが下がったとしても社会性だとかさまざまなあの領域の知識っていうことはもう経験によって伸びていきますので、それはあの死ぬ直前まで伸びるっていうふうに一応は言われているけど、その地頭の程度に応じてそのあのどれぐらい使われるかも違ってくるこの IQ とも言われるし、うん、あと知能とも言われるけど、いわゆる頭の良さですよね、はあ、これも遺伝、全ては遺伝なんですはい、はい、あのもうそっから行きましょう、全ては遺伝、はい、あの知能だけの話をされちゃうし、あの立花さんも知能のことばっかりおっしゃられるんですけども、はいはい、あの自分の本の宣伝するんですけど、さっきの話で言うと、そう、全ての能力は指紋も身長も肥満も知能も遺伝なんです、ね、そうですね。で知能だけが環境とか努力と考えるのは、うん、それは肥満とか身長とか指紋も環境とか努力で何とかなるというのと同じような宗教的な考えになっちゃうわけです、うん、まあそうですね、みんなが信じたいストーリーだってことなんでしょうけど、今聞かれました、俺がモテないのはって書いてるんですけどモテるモテないもだから程度次第なんですけど、かなり遺伝だというふうに考えちゃいます、ね、そう、今の話になるとそうなっちゃいますよね、はいはい、つまり指紋ほど遺伝じゃないし、うん、肥満ほど遺伝かどうかは分かんないんだけども、はい、けど割と遺伝だと思うよっていうあたりですかね、そうですね、じゃあここで、ここで山地君すげえニヤニヤ先からしてるお救われた気がしたっていうのと救われないってのと両方いるじゃん絶望しただからあれじゃあでこ遺伝によってモテないんだったら遺伝によって太ってる俺と同じように無茶な頑張りするしかないんだよで無茶な頑張りしたら俺でも60キロ台ぐらいにいけるぐらい痩せれるんだから、うん、無茶すればなんとかなるわけだ、うん、でもそれは結構顔がいいモデルなんですよね、多分顔の作り、はい、あの岡田さんがそういう顔されているだとか、はい、あのキムタクがああいう顔してるとかって、はいはいはい、その基本の形っていうのはもう遺伝によってほぼ 100% 決まって、はい、まあ 100% は言わないけど、まあ、かなり決まってますよね、はいはいはい、でただその顔が作り出すさまざまな表情とか、はい、あの伝えるメッセージだとかっていうのっていうのはものすごくダイナミックじゃないですか、はいはいはい、むしろそっちでモデルを僕は考えるんですけれど、うんうんうん、確かに基本の形っていうのは要するにフォルムっていうのは遺伝によって、うん、まあ、いわば決まってると言ってもいいんだけど、はいはい、それが文脈の中でどういうメッセージやどういう表現をするかっていうことで、それがとてもあのこれも
語弊のある言い方ですけども、あのブス子ちゃんでも付き合っていくと可愛いなって顔するじゃないですか、はいはい、あれはあの楽しい経験をさせてあげると可愛い表情を作ってくれるから可愛く見えるわけですね、まあ、そうですね、メカニズムとして可愛く、はい、あそう可愛い表情っぽく見えるっていうこと、はい、それから今のとても重要なポイント、可愛く周りの人が見えるっていう、ねはい、能力っていうのはあのこれも能力の一般的な考え方っていうのはもうその人が内側に持っていて、うんうん、でそれが、そのまで現れてくるっていうふうに捉えるけど、これもこの本の中で書きましたけれども、能力っていうのは周りの人が能力っていうふうに見なしてくれないと能力にならない、はいはいはい、カリスマ力と同じですよね。そういやまさかオタク力なんていうのがこんなところであの、まあ、周りの人がカリスマ感を感じてくれなければ そこにいるのはただ単になんか背の高い長嶋茂雄がいるだけであって、俺らの世代長嶋茂雄にカリスマ感あまり感じないんですけどもそうなんですよね。ですよね。だからゼミに男の子がいるんですけど、はいはい、最初入ってきてはただの暗いやつだと思っていたんですが、はい、ちょっとゼミのやつが見てるとかわいそうだとか、はい、彼がね最近イケメンってことになってきたんですよ、はいはいはい、顔変わってないのに、はい、なんかねイケメンって文脈をつけられるとイケメンに見えてきちゃうっていうところが、誰かが星野源に似てるとなんか言っちゃったらそういうふうに急にただ単に眼鏡かけてる貧弱なやつだみたいなのがあるのかも分かんないです、ね、だからそういう文脈性っていうのは形そのものは変わんないですよ、はいはいはい、要は遺伝的に与えられるものはないんだけど、まあ、遺伝は変わんないんだけど、それがどういうふうに使われるかっていうことっていう、いわゆるそのローカルな文化によって捉えられ方は違うの でローカルな文化っていうのが、うんどれぐらい固定的かってことが取りも直さず遺伝的にどれだけ決まってるかっていうふうにこの社会の中で語られるかっていうことに関わってくる。だからあの希望を持たせるんだったらその文脈というかな、その読み方やあの能力の才能の、 あの見方や定義を変えてやればどんな人にも能力がありますよって、しかもそれは遺伝的な能力としてあなた持ってますよって言えるんだけど、それほど世の中は楽ちんじゃないかもねっていうところです、ね、最初の方にですちょっと話うんと戻します、うん、安藤先生はもともといわゆる鈴木メソッドの、はい、頑張れば正しい環境があれば人はどこまでも伸びるというところから始まって、うんはい、今はいやもうなんだかんだ言って程度の差こそあれ全て遺伝ですわというポジションまでこの幅があるわけですよ ね、 そうですね。じゃあそれに対してじゃあ努力とか勉強っていうのをどういうふうに捉えられてるんですか、うんはい、今の話で語られなかった重要なポイントがまさにそこで、はい、僕あの鈴木伸一から宗派替えしたつもりは全くないんですよ、はいはいはい、環境や学習っていうのがなければ才能っていうのは形にならんと、経験なキリスト教徒の物理学者の話聞いてるみたいな感じですよ ね、 またそうですね神の存在を素粒子に見ないっていうすいませんそこまでではないなと僕は思いますが、はい、どんな才能っていうのも一方では遺伝的なものが現れるためには、はい、ちゃんと訓練してあげなきゃいけないって、これは当たり前のことなんですけれども、うん、その大事さっていうものっていうのは鈴木伸一の話、はい、だってあの人だって結局戦前からあの活動をやっていて、昔だったらば天才しか弾けないと思ってたビバルディとかモーツァルトのコンチェルトを普通のまあいわば田舎の男の子や女の子でも続けてりゃみんな弾けるようにさせちゃうっていう、学習とか努力によって才能が発現するって考え方、いや、能力が獲得されるって、能力が獲得で、これはだから知識が獲得されるっていうのとほぼイコールだと思いますけど、はい、島田紳助というですねもう引退しちゃった芸人さんが、あの人がですね話してるのが、人間には才能は0から6、5の6段階あると、はい、0、1、2、3、4、5、そうなんですよ、はい、才能にはですね、うん、0から5の6段階があって、次に努力にも、うん、はい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 、0から5の6段階あると、うん、で能力というのはこの掛け算で決まると、あ掛け算にしましたか、はいはいはい、才能が0なのにどう頑張ってもダメ、はい、0の場合でも0っていう人はほとんどいない、うんはいはい、で才能が1のやつが5頑張れば5できると、それは才能が3あるのに、うん、1の努力しかしないやつよりは超えることができ る、 なるほど、ね、でも才能が5のやつが5努力したら勝てないその場合はそいつらと戦うなと、うん、正面切って戦うなと、そう、ね、戦うことを制止、はい、られたとしたらこれは確実に負けますもんね、はい、島田紳助が言ってるのはその人間には才能は悲しいことに0から5まであってしまう、うん、でそれに対して人間ができるのは自分のリソースを使ってどんな努力を5するのかだ、うん、勝てないジャンルで明らかに才能が0とか1のものにあんまり掛け算せずに、自分の中で3とか4あるやつを見つけてそれに5をやりなはれと
いう話をしてるんですけども、なるほどね、島野さんはこれに対して、はい、さらに教育ってことは入れてないんですよね。教育ではなくて努力ですよ、ね、その全部それ努力に入れてるんですよ、はいはいはい、つまり正しい努力と間違った努力という言い方は島田紳助しててですね、うんうん、間違った努力というのは何かというと、うん、例えば漫才の練習を一生懸命やることやと、うん、そんなこと言っても段取り喋りが上手くなるだけで、うん、漫才が面白くなるわけじゃない、はい、それなのに努力してるやつを見ると痛くてしょうがない、痛くてしょうがない、そうと違ってお前ら歩きながら世間話して自分のリズムっていうのをまず見つけて、うんうん、ネタ考えるのはそれからやみたいなこと言って、うん、正しい努力って言葉を散々やってるんですね。つまりこの人が言う努力の中には戦略とかマーケティングも全部入っちゃってるんですよ、ね、考えて計算してストラテジー考えてっていうことを言ってる、はい、だからこれは僕もその通りだと思います、はい、でさっきその教育っていうの言ってますかって言ったのはね、はい、はるかはるか昔ギリシャ古代ギリシャの時代、はいはい、あの時の哲学者っていうのが、はい、才能と教育と、まあ、努力にあたるんですが訓練っていうのを比較してるんですよね。はい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 、で訓練は場合によっては才能をしのぐこともできるかもしれない、うんうん、お才能と教育と訓練、しかし面白い、はいはいはい、教育が才能や訓練をしのぐことはないって考えられたんですよね。それは差は何ですか。教育というのは人から与えられるもの で訓練というのは自発的に自分からやるってことで、実際に実際にやりたいと思って実際に実際行動するってことですね、はい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 、でこれなんかそうだなって気しますします、しますめちゃくちゃします。つまり言っちゃえば、うん、あの古代ギリシャの時代はそういうものが環境として整ってなかったんですけども、うん、ネットとか本屋っていうのが教育に当たるものですよね、うん、僕らで言えば。そうですね、はい、で僕らで言えばそのネットで書かれたことを真に受けてブログで書いて反論されて、うん、なんかいろいろやり取りしたりすることが日常化するとやっと言い返しの訓練をすることになりますよね。でそれでもともと才能がどれぐらいあったかっていうこの3要素で決まるわけですか、うんうん、はあ。やっぱりね、なんだかんだ言って大体のことはギリシャ人が考えてますよね。そうですやだなそうなんですよね。だから結構教育学者にとってみるとこれ痛い言葉で、はい、この本の中にも書いてありましたね。教育というのはどれくらいあるのかって言ったら、はい、すごくいい先生とかめっちゃ教えるのがうまい先生にかかることの効用は何かって言ったらあまりないっていう。そう、はい、その場では なんか上がるんだけども、うん、3ヶ月後とか6ヶ月ぐらいにすごくいい先生に教育を受けたことをあまりなんかろくでもない先生の教育を受けたことを半年後ぐらいに比べてみたらほとんど差が出なかったっていうのが書いてあって、うん、そう、ただねこれ書いてこれ読んで誤解する親御さんや先生、はいはい、あ俺のやってること意味がないかってないんだっていうふうに受け止めたら全然そうじゃないってことは、はい、今回これメディアに出るんだったら言わなきゃと思うんですけども、はいはい、日本の先生は基本的に三田さんよくやってるんですよ、はいはいはい、その前提の中でそこでさらにちょっといいやり方をしたとしても、うんうん、それで劇的に変わるわけじゃないよっていう意味なのであって、じゃあ教育は全然人と取ってないってこと、基本的に、うん、じゃあ教育が意味がないではなくて今の日本の教育システムとはかなり完成されていて、いわゆる98のものを99にするとか、うん、ダメな先生っていうのは何かというと97ぐらいの生徒を95に落とすぐらいの微妙な差はあるんだけども、うん、今の日本の教育システムというのは15、20のものを95ぐらいに持っていく力というのはもうすでに持っちゃってるわけですか、うん、そうだと思いますね。でその一番上のほんのちょっとしたパラメータの違い程度のことにしか、うん、いい先生、うん、いい大学、悪い先生悪い大学の差っていうのはもうなくなっちゃってる、うん、しかもそれある程度長い時間スパン取った時っていうのもあります。つまり小学校からまあ高校ぐらいまでっていうと、はい、いろんな先生が特会必会その人を見てくれるので、はい、一生通じてずっとダメっていうことってのはないだろうみたいな話も言ってるので、それからまあある段階で私はもう勉強なんかって、うん、捨てちゃっている頭がそんな悪くない、はい、まさにこれビリギャルなんかの経験させると、もともと偏差値の高い高校に行ってやがったビリギャルですよね。そうそうそうでちょっと勉強から離れたからって言って、はい、それで偏差値50あってうちの大学に来られたそうですけれども、はい、これもね余計な話けどうちの大学なら来れます。入試科目が、はいはいはい、事実上2つしかないからなんとかなりますけど、はいはい、これが国立になってくるとちょっと大変だったろうなみたいな。なるほどな、はあ、またさっきのちょっと僕は才能と訓練と教育の話はすごく
面白かったし、あと自分自身でも実感するところあります。あの訓練っていうのがいわゆる1万時間理論っていう、その何事も1万時間やれば、うん、ほぼプロの域に達することができると、うんうんうん、であとはその1万時間という時間を作るためっていうか、作るって考えてる人はもうこの訓練という意識があんまないわけですよね。そうですね、はいはい、まあ、気がついたら1万時間経っちゃってたみたいな、はいはい、アニメ見るの 1万時間経っちゃってたと、ってたって本読むの1万時間経ってたのと同じですもん ね、 そうですもんね、経ってますよね、そのぐらい、はいはい、ではではでは、わあ、もうすいません、50分過ぎたのでそろそろですね、じゃあ教育とは何なのかという話からですね、こっから先ですね、じゃあ抽象的な思考とか頭の良さっていうのは何なのかっていうですね、はい、もうちょっと面倒くさい話と、あと僕が、ちょっと後半話したかったのがですね、あの社会のキッザニア化ですね、そっちの方の話もですね、はいはい、お話を伺ってみたいと思います。後半はそういうふうな話に行きます、で一応ですね、これ前半があの一般の方が終わりなのでですね、来週のちょっと簡単な予告だけしとこうと思います。来週はですね、高い本でかい本どれを買うべきかって話をしたいと思います。っていうのはですね、今僕はもうこうもうね、この世界史マップスとかですね、もうこういう本がでかくて高いんですよ、2800円ぐらいしてですね、であのめちゃくちゃ面白いんですよ、このピクチャーペディアってスミソニア博物館がね出してる本なんですけど、ありとあらゆることをこの写真で説明してくれてるですね、めちゃくちゃいい本なんですけども、これもやっぱり4600円ぐらいする、すげえ高いと。でさっきちらっと読み始めたばっかりで、これ今どこの本屋に行っても山積みになってるですね、3200円するですね、マップス、これあのイタリア人だったかな、イタリア人の、 あの夫婦なんですけどね、うん、夫婦が書いた世界中のありとあらゆることを自分たちが分かるようにメモしたものを本にしたっていう本で、すごく面白い。あと What is this ですね、難しいことをシンプルに言ってみたっていう本でですね、例えばその自動車のボンネットの中では内燃機関はどのように動いてるのかっていうのをめっちゃ可愛い絵で描いてる。クライマックスはこれですね、1万円以上するし、ジ・アート・オブ・シン・ゴジラですね。こういう本をですね、まあ、あの来週までにですね読んで、どれを買うべきか、どれがお買い得かなどの話をしながら、俺が今ですね注目しているのはですね、アセットのですね、買われましたか、そうなんですよF4 ファントムを作るというやつで、うん、全部金属部品というですね、なんかちょっと心惹かれるですね、ファントムのですねやつもですね、ちょっとこれも国家機密ではないんですね、もうないですブラックボックスの部分はどうせアメリカに教えてもらえないし、あとファントムはもう大丈夫でしょう、ということでやろうと思いますんでですね、皆さんもですね、来週のをお楽しみにしてください。アンケートの方もよろしくお願いします。アンケート出してあげてください。はい、本日の表ゼミはここまでです。で、さっきも話しましたように、表しか見れない人はですね、その後もですねコメントだけは見れるようになってますんでですね、皆さんよろしければ裏の方に書いたらですね、裏の方を見れる人はコメントしてあげてくれればですね、いいんではないかと。収入のベルカーブのあの前の方にいる人はのですね、まあノブレスオブリージュとして考えていただければありがたいと思います。アンケート結果出してください。はい、おおすごいいいです、ありがとう、もうね 90% 以上いっちゃった、いいがです、ね、はいはい、ありがとうございます、ではではですね、ベルカーブの説明って言われてベルカーブの説明わかったやるよじゃあ限定ベルカーブの説明は限定でそうですか